ハロハロ。ことわざを使って英語を学びましょう。今日のことわざは、底辺と靴を買わんとす。融通が利かないものや何事においても借子定規な考え方をするものを例えた言葉。出典は古代中国の思想書韓非子になりますが、機転の利かない愚か者をあざけったお話になります。昔、底という国に靴を買おうと思った人がいました。事前に自分の足のサイズを測ってメモに書き留めておき、靴を買いに市場に出かけます。さて、靴を選んだのはいいのですが、肝心のメモを家に忘れたことに気がつきました。そこで、その気に入った靴を一旦置いて、メモを取りに家に帰ります。メモを持って市場に戻ったのですが、時すでに遅し、お店は閉まっていました。ある人が、どうして自分のその足で試し履きしなかったのかと尋ねると、その人は、メモは信用できるけど、自分の足は信用できない、と答えたという、なんともおかしなお話です。目的と手段がごっちゃになって、一度決めたら、頑固として買えない。そんな融通の利かない考え方を批判しているんだよね。同じような英語のことわざは、こんなのがあるよ。Extreme justice is extreme injustice. 今日のチェックポイント。Extreme. 行き過ぎた。極端な。Justice. 正義。公正。Injustice. 不当。不公平。情状酌量することなく、法を一字一句条文通りに適用することは、かえって不公平になるということです。私たちが生きていく中で、たくさんの課題や問題が出てくるわ。時には予期しないことも起こるけれど、その状況に合わせて最適な答えを見つけていかなければいけない。一つの答えにこだわらず、柔軟に対処できるようにならなければいけないわね。ということで、今日はこの辺で。それでは、次回をお楽しみにね。See ya!